ケラくんがね、いてくれれば、あとは、そんなに、もう、土を掘り返して、捕まえる魚くんはいないはず。わー、すごい。こっちの方、思ったより広いかもしれない。嬉しい、こっち側まで来れたことが。わー、桟橋に大きな魚がいるぞ。来た！皆さん、こんにちは。丸谷彩乃です。今日も集まる動物の森で遊んでいきたいと思います。見てください。お家が、立ちました。そしてね、もう、右の上に見えてるんですけども、ふうたさんが、なんと、来てくださったそうなので、早速会いに行きたいと思います。ふうたさーん！はじめまして、こんにちは。来てくださりありがとうございます。ほほ、はじめまして。私、ふうたと申します。ひまわり島の生態系に興味を持ちまして、調査のためにやってまいりました。もしやあなたはこのテントの場所を決めてくださった、あやのさんですか？はい、そうです。やはりそうでしたか。いやはやおかげさまで、無事移住することができました。調査のためとは申しましたが、私、この島に、博物館を建てて、永住する決意で参りましたので、今後、新種の虫や魚を発見された際にはぜひこちらにお持ちください。博物館が完成した暁にはたぬきちさん経由でお預かりした生き物を含めて展示いたしますので。ちなみに肝心の博物館ですが、こちら少々問題がございまして、どうやら開館の許可をもらうためには展示品の数が足りないようです。ちなみに私のプランとしては、虫と魚以外に化石の展示室も作りたいと思ってるんですよね。見たところこの島には川の向こうにも土地があるようですが、ああいう未開拓の場所にはロマンと化石が溢れていると私は思うのであります。無人島生活っぽいアイディアがあります。エノさんのスマホにちょっとデータ送りますね。お、来た。なんか化石を掘り起こすのに必要なスコップの DIY と一緒に送りましたので、もしよければ川の向こうに化石を探しに行ってみてください。おっと、ご挨拶のだけのつもりでしたが、すっかり話し込んでしまいました。とにかく博物館を建てる許可を得るには展示品があと15種類必要なので、寄贈をご協力お願いいたします。なんと嬉しい、 DIY のレシピでスコップとそして高飛び棒がゲットできました。嬉しい。じゃああっちの方にも行けるようになったってことだよね。そう、もうね、いっぱいね、ふうたさんの家の前にたくさんもう置いてあるんだ。15種類はもうあるんじゃないかなと思うんだけど。ふうたさん、持ってきた。見てほしい。顔どうぞ。土壌です。虫です。船虫。はい、蝶々王。アジ。よし、一旦これで最後かな。鈴木、お願いします。これで博物館のオープンに必要な展示品は、あと2点になりました。引き続き、博物館のオープンに向けてご協力お願いします。まだ、外にあるのを持ってくる。ふうたさん、あと2点持ってきたよ。最後の1個お願いします。やった、やりました。手続きに必要な展示品が揃いました。これだけあれば、博物館の建設を申請することができます。ああ、こうなったら大急ぎで、博物館を開く準備を始めなくては。あやのさん、どうもありがとうございました。いいえ、とんでもございません。よかった。博物館建てれるようになって。よし。じゃあ、博物館が明日には完成するのかな。じゃあ、この虫たちはちょっと一旦保留だね。やったー。嬉しい。博物館できる。あ、そうだ。あ、メッセージボトル。よその島の誰かさんへ。昨日お家で DIY してたら材料を間違えてみたいで、こんなものができちゃったんだ。秘密にしようかと思ったんだけど、どうしても誰かに言いたくって。よかったら君も作ってみてね。あ、ちょっと。何だろう、サウナストーブだって。サウナストーブのレシピを覚えた。よし、じゃあ、あ、そう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 。あとね、ハッピーホームアカデミー。新築おめでとうございます。突然のお知らせ失礼いたします。我々はマイホームのお住まいの皆さんに住みよい部屋作りのアドバイスをお届けするハッピーホームアカデミーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。なんかもらった。ありがとうございます。そして、いつもタヌキマイゼージプログラム並びにタヌポートをご利用いただき誠にありがとうございます。マイル交換サービスで交換いただいた景品をお届けします。あ、そうそう、これなんだっけ、忘れちゃった。そう、マリンスーツをね、頼んだんですよ。そしたら、海の幸もね、取れるようになるから。木製のローテーブルの DIY だ。嬉しい。木製系はなんか、たくさん作っていきたいな。まずは、斧を作って、素材を集めて、向こう岸に渡ってみよう。で、あとスコップも作りたいね。ヘルツおはよう。オス元気か？ダメか？おしゃべりしよう。おっしゃ、ガンガンいい汗かくぞ。あ、でも水分の補給も忘れんなよ。ダメか。そうだよ、水分補給大事。運動するんだったら、ちゃんと水分補給するんだよ。あ、飯田さんはいないかな？あ、飯田さん。お、かわいい、座ってるじゃん、そこで。あ、飯田さんいるじゃん。
ホース楽しくやってる？ハン話しに来たよ。ここの暮らしは気ままでいいね。昼頃まで寝たって誰にも怒られないもんな。そうなんだよね。あ、あやのさん、この度はマイホームのご完成おめでとうございます。お家があると暮らしの幅も一気に広がるでしょうね。マイホームに似合う家具なら DIY で作るのももちろんですが、たぬきショッピングもおすすめですよ。通販などで届くのには時間がかかりますが、この島では入手が難しいおしゃれな家具が日替わりで販売されてるんです。たぬきショッピングは案内所のたぬポートでご利用いただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。ありがとう。そっか、たぬきショッピングもできるんだよね。どうもどうも、えのさん。お家ちゃんと立ったでしょ？これから一気に快適に暮らせるようになると思うんだもん。テントと違って壁紙や床板も自由に張り替えられるし、使わない家具をしまっておける収納もついてるだもん。そうそう、それと、お家を持ってる人はみんな、ハッピーホームアカデミーに入会してもらうことになってるだもん。ハッピーホームアカデミーっていうのは定期的に会員さんのお家を評価してアドバイスをお届けしたり、評価の高い会員さんには記念品を送ったりしている期間なんだもん。評価は勝手にやってくれるし、特に面倒なことはないから、気楽に考えておくれば大丈夫だからね。ということで、代金として9万8000ベルのローンを組ませていただきます。まだそんなにないもん、お金が。マイルで払える？あいにくあれは移住費限定の特別なキャンペーンだったもん。今回からはちゃんとお金で払ってね。あ、でも支払いは分割で大丈夫なんだもん。余裕のある時に少しずつでいいから、タヌポートの ATM から返済してね。 ATM から返済ね。お家の説明をこれぐらいにして、最後に僕からあやのんさんに新築祝いのプレゼント、なんとなんとマイル交換の超一押しアイテム、マイル旅行券をプレゼントするだもん。マイル旅行券っていうのはマイルと引き換えることでだけ手に入るスペシャルな旅行券なんだもん。自分の住む島をどんどん発展させて豊かに暮らしたいけど、無人島生活の気分も捨てたくない、そんなわがままなお客さんのニーズにお応えして作ったんだもん。旅先での出会いに期待するもよし、 DIY の材料集めに励むのもよし、好きに過ごしてくれたらいいだなもん。そう、しょぼい斧を作る。よし、できたー。しょぼい斧が完成。蜂の巣出てこないでね。蜂の巣。フラグじゃないよ。蜂の巣は出てこないでね。今は望んでません。いやー、来たー。逃げろ逃げろ。蜂の巣、蜂の巣。やばいやばい。よしよし、セーフ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 。あー、怖かったー。蜂出てくるんだもん、急に。まあ、出てくるよね、普通にね。木叩いてたらね。どれぐらい叩けるんだろう。結構叩いてる気がするけど、そろそろ壊れるかな。10回分叩いたらかな。お、これで揃った。これで作れるぞ。高飛び棒ができました。スコップも、できちゃった。よし、高飛び棒をゲットできたよ。見て、アイーダさん。高飛び棒。あっちの手のところまで行ってくるね。せい！よし、上陸。反対側まで来れました。こっちの方はまだ、あ、やっぱりアネモネだ。うちの島の花。まだ二つしか見えてない。あ、上に結構咲いてる。オキラが鳴いてるんだよな。どこで鳴いてるんだろう。いないな。穴がだんだん増えてくだけ。音が近づいてる。いる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 。オキラオキラ。よし、来たー。イエーイ、オキラ。オキラくんがね、いてくれれば、あとは、そんなに、もう土を掘り返して捕まえる魚くんはいないはず。わー、すごい。こっちの方、思ったより広いかもしれない。嬉しい、こっち側まで来れたことが。わー、桟橋に大きな魚がいるぞ。来た！振動がでも軽い。タイ！タイばっかり釣れる。でも、売り値が高いからな、タイ。お金的にはありがたい。すごい、ダジャレ言ったみたいになっちゃった。ありがたい。めでたい。え？待って、初めて石釣った気がする。こんなものを釣れるのか。ゴミは釣ったことあるけど、石釣ったの初めてかもしれない。あ、池がある。っていうことは、違う魚が手に入るぞ。川とまた別の魚が池では手に入るから、池大事。来た！軽いぞ、これは。なんだ？ちっちゃ。あ、メダカだ。まだ小学生だな。小学生のメダカらしい。うわぁ、早い。一発だった、びっくりした。土壌だ。この子も一発や。早い早い。
めちゃいっぱい土壌釣れる。おっと、これはミツバチ。ポケットがいっぱい、それは困る。一旦ちょっと雑草さんを置かせてもらいます。じゃあ一旦戻るか。早野さんいらっしゃいませ。この度はマイホームの完成おめでとうございます。ところで早野さん、突然なんですがちょっと相談したいことがありまして、もしよろしければとりあえずお話だけでも聞いてもらえませんか？いいよ。では早速なんですが、相談というのはですね、お店を建てるための準備のことなんです。この島での暮らしが始まって、中には綾野さんのようにマイホームを持たれる方も出始めました。この先必要なものも増えてくると思うので、もっといろんな商品を扱いたいのですが、さすがにここではスペースが限界なんです。それで社長ともあれこれ相談しまして、一日でも早くお店を建てるんだなもということに決まったんです。ただ困ったことに建築資材の確保が追いついてなくて、お店の建築に回せないんです。そこでお願いなのですが、島の木や岩から取れる材料を集めて提供していただけないでしょうか。建築用なだけあって相当な量を揃えていただく必要はあるのですが、それ相応の謝礼は用意しますので。いいよ。ありがとうございます。木材、硬い木材、柔らかい木材をそれぞれ30本ずつと、鉱石も30個。ちなみに産地はこだわりませんので、この島ではなくよその島からもかき集めていただいて問題ないです。ご協力お願いします。もちろんです。頑張るね。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。ふうたさんがね、島に来てくれたりとか、あとは DIY のレシピが増えたりとか、魚と虫をたくさん寄贈したので博物館がねできることになったりとか、いろんなね展開が今回はありました。次回はですね、マリンスーツをせっかくゲットしたので海の幸をね取りに行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の更新もお楽しみに。